こんにちは、デイシキッチンです。今回はフライパンピザを作っていきます。まずは薄力粉 100g、 ベーキングパウダー 2g、 塩 2g、 砂糖 3g を加え軽く混ぜていってください。続いてオリーブオイル大さじ1杯を 2,3 回に分け入れ、その都度混ぜていきます。同様に牛乳 70cc も 2,3 回に分け入れ、その都度混ぜていってください。生地がまとまってきたら打ち粉をして滑らかになるまでこねていきます。丸めたらラップで包んで冷蔵庫で15分休ませておきましょう。続いて具材を切っていきます。トマトとズッキーニを薄切りにしていきましょう。さらに打ち粉をしたら生地を直径20センチほどに伸ばしていきます。熱したフライパンにオリーブオイルを少々引き、フライパンになじませたら生地を弱火で5分蒸し焼きにしていきましょう。焼けたらひっくり返して火を消します。ケチャップを適量伸ばしていきましょう。先ほど切っておいたトマトとズッキーニを順々に並べていってください。最後にピザ用チーズとバジルを適量加え、蓋をして弱火で5分蒸し焼きにすれば完成です。いかがだったでしょうか。以上、デイシキッチンでした。